第1ラウンド始まりました。赤いグローブが江川勇気です。いや本当江川の試合目離せないですからね、あっという間に終わることありますからね。まさにそうでした、江川パワーありますよね。ありますね。いや警戒です。これ58キログラム契約の戦いとなります。まあ、本来のフェザーよりは少し重い階級になります。前蹴り中を取ってます。ツーボディー。マサトさん、このボクシングテクニックすごいですね。いやすごいですね。スピードありますよね。右のローキックです。さあしかしテクニックというところでは関根さん、椿原も対抗したいですよね、はい、いやなかなかありますよ。前蹴りとかジャブとかいいんですよね。まさにこの距離で、距離が問題ですよ。これ椿原がこう入られちゃうと江川の距離になるんで。なるほど。バッキングもすごい。いやでも椿原よくこう回ってうまくミドルキック当てましたよ。そうですか、ね、ということは距離をしっかり取れてるってことですか。うまく、はい、まあ、マサトさん相当椿原も研究してきてるんで、一つ入れましたね。ああ、でもうわすごいパンチのコンビネーション。アッパー、アッパー入れましたね椿原が。そうですね、お研究しましたね。でもプレッシャーかけるのは大江川、まあ、その意味では関根さん久々の試合ということも言えますよね江川が。そうですね。いや今のアッパーでちょっと強引に入らなくなりましたね。これもコーナーからうまく回ります。自分の右に、あーリードのジャンプ入りましたよ。うまいですよ。うわーパチコサグ。これ江川がボディを入れることができれば江川の距離なんですよ。ああなるほど。だからこう、まあ、足を使ってボディを入れさせなければ、はい、椿からよくこううまく戦ってるなっていうことなんですよ。なるほど。捕まらないようにサークリングしていきますが、コーナーに追い詰めてきた。近い間合い椿原もジャブと前蹴りでこう自分の距離を保ちながら戦うと、これナイスジャブですね。今入りましたね。いいボールジャブです。これが入ると絵が苦戦する可能性ありますよ。そうですか、ね、いや関根さんやりますね椿原も。わーこれも入った。しかし左にフック、ね、うまくボディ打たせないプッシングでうまく距離作ってますね。まあ、椿原が動かされているようにも見えますけど、しっかり対応しているってことですか。対応してますね。もちろんプレッシャー感じてるところ多いな。ここでなかった攻撃。うまいですね。ちょっとマスさん上がってますね。思ったよりやるなと思って、ね、左フックですぐ距離取ります。あこの足使ってるからいいんですよね、コーナーにつまんないで、左フックにつなげた、まあ、しかし倒せるパンチパワーもあります井川。ボディからフック右の顔面へ。さあ残り10秒になります。第1ラウンド左フックに対してローキック前蹴り、ここはうまく前蹴り距離取りたい。しかし中に入ってきたハイキック前蹴り流れた右左につなげた。うわっと第1ラウンド終了。さあ関根さん伺いましょう、どうでしょうか。いや椿原が距離を、ね、取りまして笑顔を入れなかったですね。そうですね、あモンスターを入れなかったですよ。山本さんどう見てました。いやなんか3分間こんなじっくり江川選手の試合見たの久しぶりなんで、そうすごいちょっとドキドキしちゃいましたね。椿原選手が2ラウンド目の江川選手どうなるんだろうって話してましたね、はい、そうですね、2ラウンド目どっちが仕掛けるのか楽しみです。ってことはあれですよ、これ1ラウンド持ってたの世界トーナメント誰もいなかったんですよ。そうなんですよね。そうですね、ってことは相当な強豪ってことですよね。椿原強いってことですね。強いですね。やっぱコーナーに詰まらないのがいいですね、はい、あのサークリングうまいですよ ね、 いですね。あとこうたまにこう返すストレート系のパンチ、一発くらい入ったと思うんですよね。入りましたね。入りましたよね。あと蹴りも出してハイキック出してこうね距離取ったり。さあ間もなく第2ラウンドが始まります。テクニシャンですわ。テクニックありますね、さあ中央が江川です。マサトさん、これちょっと思った以上に面白くなってきましたね。面白くなりましたね。関根さん、やっぱり武器が違う選手が噛み合うと面白いですね。そうですね、研究してますよね。だから江川の入り際、いいこうジャブとかでこうカウンターで、このカウンターで上手いですよね。関根さん、その江川選手も実は椿原選手のことはすごく評価してたんですよね。ああそうですか、実際にあの前回のクラッシュの時も江川選手を下した相手をハイキックで倒した、その試合を解説してくれてたんですね。あの増本翔也戦ですね。左ハイキック、ミドルハイカー、うん、早い。今のジャブいいんですよね、
あのジャブがあるから、江川の入れない、入れない、もうちょい前に入りたいんですよね。いやよく動きます。これ捕まえきれていないという言い方もできるか。そうですね、捕まえられてないですね。リードのジャブ。ただこれまだまだ時間あるんで、まあ、プレッシャーどん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 強めていきますから、そうなったらどうなるかですよね。ローに対してストレート、椿原です。青いグローブが椿原、椿原の侍、手数がやっぱり出るのがいいですよね。そうですね、いいタイミングで打つんですよね、あのジャブが。笑顔が入ろうと思った時にこうポーンと入るんで、これこれ、あ、今もそうですね。そうなんですよ。ハイキックに使われた。しっかりエルボーガードしてます。目がちょっと焦ってきましたね。そうですか。パンチコサク膝、ちょっと焦ると危ないですよ。これローキック、あの強引に過ぎずこう散らしていった方がいいですよね、上下に。2019年の最優秀選手は背中赤いグローブの江川です。まあ、チャンピオンとなってはこれ最初の戦いです。これノンタイトルではありますが、注目を浴びて背負っての戦い。まあ、この大会には武尊も武井も出場していません。本戦には。武尊、武井、良樹に追いつけ、追い越せという位置にいます。今赤いグローブの江川。逆にその全てを持っていこうという椿原達也。当たらない。ちょっと焦ってる。ちょっと強引になりすぎると危ないですよ。今笑顔苦笑いしましたね。この小さいパンチでコツンと当てられますよ。あんまり強引いくと。なるほど。ちょっと久松さん、はい、ちょっとすごい空気になってきました。そうですね、なんかこっちまで動揺しちゃいますね。ですね、はい、そう、まさにチャンピオンの方が動揺してる。アッパー飛び込んだところ、左フックを切る。当たりません、関根さん。いや、椿原調子いい今日。いいですね、いや、江川の攻撃が当たらなくなってきてます。まさかの予想しなかったですね。まあ、ここでセコンド陣、古川会長がどう指示をするか。一方の月進会です。久松さん、はい、やっぱり注目が笑顔に集まっていたんだけど、いざ蓋を開けたらですね、うん、いや、椿原選手の、うん、あのコンディションとか技術面がすごくて、はい、ちょっと驚きますね。誰もなんかこういう予想はしてなかったと思うので。さすが高校時代から全国で鳴らしてただけはありますね。そうですね、またでも前回よりも強くなってますね。だからこう化ける時ってあるんですよね。急にカッとこう前を見た時よりも上手くなってるとか強くなってるとか。今年の7月クラッシュで増本翔也を左ハイキックで倒して、その間2ヶ月です。まあ、試合関係の疲れかなり違います。さあ最終ラウンド始まりました。この展開誰が予想したか。しかし面白い戦いです。背中赤いグローブがフェザー級の王者江川勇気です。3月のビッグイベントは怪我で欠場しました。まあ、昨年あの圧巻の王座体感激トーナメント以来です。右のローキック。さあ正人さん、何見てきますかね。こう、どうなるかなとですね。なんていうんですかね、こうちょっと武井の、あ、ごめんなさい、江川のドキドキがちょっと伝わってきてる感じがありますね。あー、なんていうんですかね、江川からするともっともっと濃いっていう感じはあると思うんですよ。左フック椿原の方です。ちょっとイラッとしたか。逆に入場の時から笑顔が見えていたのが椿原です。そうか、増田さん、ちょっと江川からすると乗ってきてくれない感じもあるんですか。そうなんですよ、うまくなんかこうそんな逃げてばっかりいいんじゃないみたいな感じはあると思うんですよね。もっと打ってこいみたいな。なるほど、ポンと当てていなすみたいな感じの。そうなんですよね、強さは感じないけどやりにくいっていう。確かにもらってるなって感覚もあるでしょうね、ストレートにつなげた。こういうの今のもガードしてますけど、確かにいいタイミングで入れてくるんですよね。関根さん、ちょっと気持ちわかる気がしますね。いやーねー、笑顔イライラしてきますよ。あー、リードのジャブ、これもありますよね。イラ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 して、この後行こうとするとトンと当てられてで強引に入ってくと思うんで、その時にカウンターをもらうとわかんないですよ。ほら、わー、膝に合わせて右のフック、カウンター入れてみますからね。そうですね、サークリングします。追ってくるインド、しかしなかなか江川、チャンピオンが捕まえられません。
椿原21歳、これ僕じゃ江川22歳、これ田中戦前の予想で江川のボディ打ちが入る距離になったら江川の KO勝ちって言ったんですけど、ボディ入んないですもんね。入んないですね。打つこともちょっとできなくなった。そうなんです、やっぱこの距離だとボディ打てないですからね。これがありますね、この前蹴りとジャブ。いや、どんどん攻め手を始まる前に先手先手打っているのが椿原。うわー、これも逆に右入れた。結構強いパンチ入れてるな。できますね。さあ、関根さん、残り30秒になりますよ。ステップが速いな、右左。抜く、逆にダッシングして右抜く。江川力入ってちょっとスピードないですもんね。さあ、残り時間が間もなく20秒になります。最終第3ラウンド、プレッシャーかけていくチャンピオンの初陣です。期待されています、期待が集まっています、期待を背負っています。江川空回りしてる。まさにそうか、空回りっていう言葉なんですね。残り10秒だ。どうなるこの戦い。膝、さあ椿原取るか、左ハンキック、前蹴り、さあ完全なる椿原迷路に迷い込んでしまったか、井川勇気。さあ完全に椿原が飲み込みました、自分のペースに。ジャッジは果たして、関根さんどうですか。まあもう一丁延長あるんじゃないですか。そうですね、有効だというところで果たしてどうだということですか。ダメージがね、はい、お互い負ってないから、うん、なんかアマチュア競技のポイントポンポンと当ててる数とはまた違うでしょうし、ね、そうなんですよね、K-1 はね、うん、はい、いやでも久松さん、はい、どうなりますかね。ねえ、本当江川選手以外にこの階級あんまりこう勝つ相手とかいなかったので、ってました。いやびっくりですね、こういうね、やっぱりどっかからいろいろ穴をついていくんですね。お知らせいたします。さあ延長に行くのか、ジャッジで決まるか。杉村30対29、割れた。青椿原、1人目椿原、ジャッジ可能、30対30、ジャッジ西村30対28、割れた。おお、椿原、椿原のチャンスが、なんと下克上男江川勇気を下しました。ジャパニーズドリームイン